お疲れ様です、ナミさん。口内炎ね、ご心配いただきました。ちょっと長引きましたけども、1週間ほど、まあ治療というかね、放置してたら治りました。いささかね、トークが冴えなかったところがあってね、ちょっと気に病んでいたんですけども、まあ、今はすっかりといけるようになりましたんで、流暢に喋れるんではなかろうかと思いますけどもね自然と動画の本数も増えていくわけですけども、この間にね、6月にもう一回来てくださいって言われた、例のがんのね、疑いがある検診があったんですけど、それを飛ばしてしまったんで、改めてちょっと日程をね、取らないと、またいつ時間あげてくれるか分かんないんでね。それから折しもなんですけども、健康診断もね、すっかりと忘れていましてね。なんか、あれですね。良くないですね。なんかペースを失ってるというか、何なんでしょうかね。またなんか、まあこの何も喋んないところでね、いろいろと聞こえてると思いますけども。まあこんなようになりましたよ。ありがとうございます。まだまだね、ちょっと休憩してらんないんで突っ走っていきます。FX の方もね、まあ、かなり解説は評判をいただきまして、実際にね、ちょっとここだけの話なんですけども、始まって2週間だから、12日前後から始めるっていうか、もう申し上げといて、6月の結局1日ぐらいからオリガルヒのカリキュラムは一般公開してきたわけなんですけども、オリガルヒのメンバーでね、この2週間ちょっとで200万円の、決済ができたというね、要するに利益が含み益じゃなくて出たっていうのが最高額なんですよ。それはもうできすぎだろうと思うんですけども、そのロットの問題もありますからね。だからそこそこ資金がある人は1ロット、2ロット、3ロットって埋め込めるんで、利益額もでかいんですけども、同じトレードをしていても 0.1 とか 0.01 の方もいらっしゃいますんでね、金額だけでは測れないんですけども、結構皆さんに稼いでいただいた距離っていうのは出てたんじゃないかなと思います。あと大事なのは、この時点ではね、いくら儲けたっていうよりも、考え方が分かったとかね、やつなんですよ。まあ、例えば、ヒゲなんていうのは、結構細かく解説したと思いますけども、これからもやっていきますけどね。ヒゲについて、ここまで解説できているトレーダーさんはなかなかいないんじゃないかなと思うんですよ。で、私もヒゲの概念ではかなり悩みましたんでね。一体どういう意味があるのかなとかね、時間軸をずらしながらとか、そうそう、それで1分足の使い方もなんとなく分かってきたというかね、根本的にはそのランダムウォークっていう考え方で、時間軸が短ければ短いほどランダムに近くなってくるし、で時間軸が大きければ大きいほどね、4時間、1時間、1週間と大きければ大きいほどテクニカル的には正確に近づくという法則があるようですね。だから短期で見るとその誤差とかブレとか偏りがあるのはもうこれは仕方がないんで、やっぱり1時間が一番バランスがいいんでしょうね。ライフスタイルと長さとそれから短さ、1時間、細かく見に来ても1日に10回見ればいいってことになりますんで、でまあ今のペースだったら4時間に1回ぐらい見て、1日に3回ぐらい見ればチャートを終えていけるんじゃないかなと思いながらの放送になります。あとね、やっぱりこうやっぱすごいですね、私の力が全てじゃないんですけども、私の解説を聞きながらいろいろ展開する方がいてね、自分なりに、まあ、そういった方がそこそこのロットを積みながらもね、やっぱこう実際に初月で何十万と稼いでいただくのを見ると、聞くと、なんかやりがいがあるなと思いますよね。もちろんマイナス出てる方もいるんでね、全部が全部いいことばっかりじゃないんですけども、でもなんていうのかな、自分の力で誰かのお金の悩みを解決していくってことに対しては、やっぱこう生きててよかったなぐらい感じますね。みんなお金に困ってますからね、っていうかお金に困らないといけないのに困ってない人もいますけども、困ったっていう状態であることに気づいた人に、なんかね、FX に限らず、今までもアフィリエイトや転売とか、ネットワークビジネスとかお勧めしてきて、
細かい使い方はね、その人の力量に任せるところもあるんで、いい時もあれば悪い時もあるみたいなことになっちゃうんですけども、まあでも一つの方向性をいろんなビジネスで指し示してきたのかなというところと、あとまあね、こうやってなんだかんだ言ってね、電子書籍の頃からナミさんとこうやってねやり取りができているっていうのも一つの救いですね。深夜にお疲れ様でございました。それじゃあ失礼します。